ローソンで作り置きの揚げ物が陳列されているところでソースカツを税込み205円を見つけたので、物珍しさに買ってみた。味。ソースはたっぷりではないけど適度に最初から塗られている。肉厚は厚めなソースカツ。薄め期待していると NG ですが分厚すぎない程度。 カリッと缶は作り置きだと皆無なので作りたてが食べたいかなレベル。竹串も長く、串からカツが剥がしにくいので子供には不向きだと思う。栄養価は、糖質 10.7g、タンパク質 10.4g とともに低くタンパク質が物足りない。